美味しそう。こんにちは。今日はですね、ちょっと私が家でも本当に毎日って言ってもいいぐらい作ってるすっごいお気に入りのサラダがあるので、もう本当にもうドレッシングはもうね5秒ぐらいで作れるので、もう全部で野菜切ってもうサラダあえてもうボロボロでも1分とかで全然できちゃう、お酒にもとっても合うおつまみサラダを2つ今日は作ってみたいと思います。1つ目は、今日は私がすっごい大好きな野菜はクレソンなんですけど、クレソンを使ったサラダ、これはなんかオリーブオイルのドレッシングで作ります。これが1つと、もう1つはじゃーん、ちょっとびしょびしょ、豆苗を使ったちょっとごま油のサラダを作っていきたいと思います。もう両方すっごいお気に入りで、もう我が家では本当にしょっちゅう出してるんですけど、簡単に作れるので豆苗は大好きです。じゃあ使うちょっと調味料を紹介していきたいと思います。まずオリーブオイルのサラダの方なんですけれども、このオリーブオイルはこれ井上製香園さんのエキストラバージンのオリーブオイルで、私はこれがなんで好きかっていうと、私オリーブオイルはすごいちょっと青っぽい、青臭さというかオリーブオイルのちょっと青っぽい味がすっごい好きで、ちょっと渋い苦い 青臭さが大好きなんですけど、そのテイストに本当にバッチリなオリーブオイルです。なんでちょっとカルパッチョとかサラダとかそういう生で食べるものにすごい適してるオリーブオイルです。でこれとドレッシングはこっちはもう本当にすっごい普通の白だしを使います。これ白だしはこれもうすごく普通の山さの白だしなんですけど、これなんで好きかっていうと昆布つゆの味が入っていて、結構こうカツオっていうよりかかなり昆布寄りの白だしなんですね。なんかお料理によって分けるんですけど、サラダ使う時はこの昆布つゆの白だしを使います。それとあともうこれもどこの家庭でも絶対あるニンニクチューブ、もちろんなんか生のすりおろしをやってもいいんだけど、すごい時間かかっちゃうと大変なので、今日はサラダも簡単にニンニクチューブを使います。もう基本はこの3点、あとはちょっとレモンとかを使ってドレッシングを作ります。でもう一つ目の豆苗のサラダの方はこれ、じゃーん、これはねソルソルソールっていうごま油なんですけど、これ何回か私もインスタとかでも出してるんですけど、びっくりするぐらいめちゃくちゃ美味しいの、本当に美味しい。もう本当に韓国のインチョンで作ってる、もう本当本場のすっごい濃厚で香りがすっごい香ばしいごま油なんですけど、これももうそういうサラダとかちょっとご飯にかけたりとかするだけでももう何杯食べれるのってぐらいご飯が美味しくなる、もうこれは本当にやばい、すごく素敵なごま油です。これとあとねドレッシングというか、まあ、あえるので塩昆布、これもね多分どこの家庭でもある普通の塩昆布と、あとはいこのだし醤油ね、もうこれがあると本当に料理全部美味しくなるよね。もう大好きなだし醤油を少し使います。もう本当調味料これだけ、3分で2つサラダを今日は作っていきたいと思います。じゃあどっちからいきます、ね、どっちからいこうかな。すっごい簡単な方は豆苗なんで豆苗サラダ、はい、はい、よーいスタートはい、豆苗水切りができてない。豆苗さみんな育ててるかな、私結構育てる派なんだけど、すっごいどんどん生えてくる、楽しいよね。なんかキッチンハーブとかみたいな感覚でキッチンに置いとくとすごく育って私は大好きです。もう適当です、豆苗切るだけ。3等分に切ります。はい、豆苗に、あと今日はツナ、シーチキン、シーチキン入れます。塩昆布ね、今日は豆苗2束なんでどのぐらいかな、たくさん2つかみぐらい全
全部入れちゃった2つかみぐらいまず入れて、まあ、ちょっと簡単に和えます。すごい量です。でも私本当、まあ、うちの息子はまだねこういうちょっとサラダ食べないけど、主人と2人でこの量いきます。はい、でこれねもう本当にこの幻のごま油感じちゃった。結構完売しててね、買える時には絶対見つけたら買った方がいい。大さじ2ぐらい、4、そんな言ってない、そんな言ってない、大さじ2ぐらい、5周ぐらい、うん、5周ぐらいで、ごまね、ごまも大好きだからたくさんいつも使うんだけど、本当にやばいのこのごま油。もうね絶対みんなに買ってほしい。本当にあーいい匂い。もうこの匂いだけでもさ、めちゃくちゃいい匂い。もうご飯食べれる匂いでご飯いけます。これでも十分もうしっかり味ちょっとあるんだけど、これねもうこの魔法のだし醤油を2回しぐらいかな、3回し入れました。もう多分これで完成だよ。ちょっと味見します。おいしい、できた。これもう1分でしょ、1分で完成。もうビールが進む豆苗サラダです。はい、じゃあ次2つ目のサラダです。次は私の大好きなクレソンのサラダを作ります。私クレソンが本当に大好きで、もうねスーパーで見つけたら絶対買う。サラダだけじゃなくてちょっとなんか炒めてもいいし、まあ、ナムルみたいにしてもいいし、もちろんお魚とかね、そういうものでもいいんだけど大好きなの。こういうさ、なんて言ったら薬味系のサラダ、こういうハーブとか薬味系のサラダがすっごい好きで、ちっちゃい時さ、私ちっちゃい時じゃない、ちょっと前までさあれ嫌いだったじゃん、なんだっけあれあれよパクチー、パクチーね、パクチー大嫌いだったんだけど、ここ数年で大好きになったぐらい、もうこの薬味系の味が大好き。これはラディッシュね。まあちょっと色可愛い方がいいかな、入れました。ちっちゃくて切りづらい。はい、マッシュルームね、ブラウンマッシュルーム。マッシュルームも大好き。なんかサラダにもいつも入れるし、オリーブオイルでさアヒージョにしたりとか。とこれもさ普段あんまり入れないんだけど。色が可愛いから今日は。あとちょっとドレッシングに使うレモンを少し切っておく。レモン。あ、そうだ。今日しらすあるか、しらす入れよう。これね。やばいよね、大好きな山芋のしらす、本当に美味しいな。しらすもこんな感じでね入ってるんだけど、すっごいね全然塩辛くなくて美味しいんだよね。かなりふわふわ、こんぐらい入れます。こんな感じで、まあ、材料はこんな感じで揃いました。と今からドレッシングです。このさっきの井上聖公園さんのオリーブオイル大さじ2に入れました。でそれと同量、同じ量、大さじ1だったら大さじ1、これ今2だったんで大さじ2、白だしを入れました。でニンニクチューブをここに、まあ、測る必要ないんだけど7センチぐらいかな、もうちょっと入れたかな。でここにレモンを絞ります。ぐらいだな。ちょっと味見しよう。あ、ちょっとレモン入れすぎた。なんでちょっとこれ醤油足そう。醤油をもう一回ちょっと足します。うん、美味しい。ちょっとねレモン入れすぎたからレモンもうちょっと少しでいいと思う。って感じでここにもかけまーす。
きましたね。ごまは本当にない、すっごい万能だから、とっても体にいいし、いろんな料理に入れてたくさん取ります、私はごまを。できましたー、2つ目のサラダ完成です。じゃあ盛り付けたい。今日はこの可愛い器にね、梅本さんという方の器、こういうなんかね、和風のこういう陶器の器にサラダを入れるとすごく可愛いです。もうなんかちょっとポコッとね、深い器だと美味しく見えるんだよね。あとなんか盛り付けのポイントは高さを出すこと、上に持っていく感じ、パスタと一緒、高さを出します。それともう一つが、これはね、作品ではなくって、あそこかっぱ橋で買ったの。かわいいよね、これも。こうピンクっぽいレッドみたいな、こういうちょっと内側がボコボコしてる素材みたいになってる、素材ってなんだ。これもね、私お気に入りで、お刺身入れたりとかサラダ入れたりとか、色合いが綺麗だから、こういう緑だけのものとかを入れるときに、こういう色物の器を使うととってもおすすめです。高さね、高さね、おいしそう。はい、完成しました。じゃあちょっと上にさらに追いごま、これね、チーズ、粉チーズとかかけても美味しい。こっちはちょっと今日ごまかけちゃうけど、はい、こんな感じで2つのサラダが一瞬で出来上がりました。完成すごく美味しいので、ぜひ皆様も作ってみてください。ビールにすごく合うよ。